まずログインするとダッシュボードが表示されるんですけれども、そのダッシュボードで自分のスケジュールですとかタスク、まあ、それだけではなくてチーム中で動いているタスクですとかアポイント、また各種数値というものが網羅的に把握することができます。でかつそれらの数値ですとかアラート、またメンバーのアポイントなんかで気になるものがあればそこへアクセスすることができるようになります。まあ、そのためこのダッシュボードってものを朝来て見ればですね、大体必要な情報ってものを網羅的に把握することができます。状況を確認したいお客様のページに行きますと、担当の営業マンに確認することなく、お客様担当者の詳細な情報ですとかパワーストラクチャー、案件、訪問履歴といったような状況をすべて把握することができるようになりました。レポート機能の UI が非常にシンプルで使いやすいものでありますので、データを絞ったりですね、切り口を変えて数値把握したりすることもできますし、またグラフ化ですとか Excel にダウンロードすることもできますので、数値把握分析ってものが非常に楽になりました。これまでのシステムですとか運用においては感覚値としてしか分からなかったウィンロス分析ですとか、遅れている案件の状況ですとか訪問できてないお客様ということを明確な数値として気づかされてきますので、今後の営業推進において良い方向に変わっていくだろうというふうに期待を持っています。今回の SAP ハイブリスクラウドフォーセールスの導入を通じて私が感じたことになりますけれども、もちろん CRM 単体としてのソリューションも十分価値あるものでありましたけれども、一番私が感じているのは SAP ERP ユーザーにおける CRM としてはこの SAP ハイブリスクラウドフォーセールスってものがベストソリューションであるということであります。まあ、そのようなこともありますので、私どもは三井金属グループの IT 部門になっているので当然ではありますが、三井金属グループへ展開し営業推進のグループ統一基盤にしていきたいというふうに考えております。で、その先にはそこでの経験を生かしグループ外のお客様にもこの SAP ハイブリスクラウドフォーセールスってものを展開し、お客様の役に立っていきたいというふうに考えています。